さあまずは特集企画フォーカスです。今週は福井の学生にスポットを当てる開校ニジパレスクール。今回は地元を元気にしていこうとユニークなアイデアで SDGs に取り組む高校生を紹介します。先週仁愛大学で開かれた福井 SDGs アワード2023。ここに集まっているのは持続可能な社会を作るための活動が特に素晴らしいと選び抜かれ最終審査へと進んだ10組の皆さん。その中には高校生の姿も。福井の未来を担う若者たちが目指す SDGs とは一体？ということでまずは大野高校へ。オーブンで削るとかあるならそれちょっとだけ調整して。放課後教室で真剣に話し合いをしているのはボランティアサークル JRC 結衣の生徒たち。実は去年大野ならではのびっくりスイーツを開発したんです。その名もスコスコーン。里芋の茎を酢漬けにしたスコとイギリスのスイーツスコーンを組み合わせるというなんとも斬新なアイデア。スコーンが地域 の、 その伝統食なんですけど食べられる機会もすごく減っていて生産量とかもすごく減っている状況なんですけど若い人たちに知ってもらって少しでも伝統食を地域に残していこうっていう。地元の農園やパン屋さん地域の人たちの力も借りて試行錯誤しながら作り上げたふるさとスイーツ。普通のスコは米酢で漬けるところを今回のはリンゴ酢で漬けていて甘くなっていて普通のスコが苦手な人でも食べれるようなものになっていると思うのでぜひ食べてほしいなと思います。甘く仕上げてるんですね。今は開発に協力してくれたパン屋さんにレシピを渡し本格的なスコスコーンを作ってもらっています。地元企業さんと提携していろんな商品のバリエーションを増やしたりもっと地域に親しんでもらえるようにしていけたらなと思っています。世代を超えて生まれたアイデアで可能性がぐーんと広がった大野の伝統食。これから県外いやいや海外の人からも注目されそう。さてお次は嶺南若狭高校へ。今回は2つのチームがSDGs アワードの最終審査に選ばれました。まずはこちらの2人、高校生でもあり先生でもあるんです。私たちは、SDGs を小中学生に広めるという活動を行っています。そもそも SDGs って何？を伝えるため子どもたちに分かりやすくワークショップをしています。未来の世代を担うのは今の小中学生だったりとか若い世代になってくると思うのでそういう人たちに SDGs を広めていくことで地元がより活性化したりとか持続可能になっていくんじゃないかなっていうふうに思ったからです。しっかりしてますね。2つ目のチームは何やらデザインを考えている様子。ここにそうフードドライブとかあってで周りデザインできたらいいなって思って。フードドライブ、このワード皆さん聞いたことありますか？まだ食べられるけど使い切れない食べきれない食料品を集め必要としている人たちに届ける活動のこと。2人は若狭地区でこのフードドライブに挑戦中なんです。この日は食品ロスを集めるための箱を作ります。家庭内だけじゃなくて地域での食品ロス対策もすることができるんだと思ってなんか新しい発見となんか自分がもっとその食品ロス対策に関われとるんだなっていう嬉しさがありました。食品を集めるための箱は地域の交流施設に置かせてもらうことに。こんにちは、ちょっと持ってきました。またここに場所作って、はい、去年と同じようにありがとうございます。なんか入ったら LINE 送れば。あ、お願いします。その都度、うん、そうしよう、そうしよう。ありがとうございます。了解しました。今ここに置いてくれる。はい、チラシも、うん、また目立つとこに
分けるようにするし、昼間は外に出しておいてもええな。集めた食品はこれまでイベントで配ったり子ども食堂へ寄付したりしてきました。高校生の活動に町のみんなが目を向け手を取り合う地域の温かさ、ここにあり。なんか地域の人となんか関わっていくにつれて、なんかやっぱり地域の人っていいなみたいな、福井県いいなと思って、県内のなんか大学行こうかなって今は考えてます。社会を豊かにしていくと心もきっと豊かになっていくはず。さあこの後高校生たちが SDGs アワードの最終審査へ。果たして結果は？今年で4回目を迎えた福井 SDGs アワード2023。SDGs 達成に向けて特に優れた取り組みをしている企業団体を表彰するもの。一次審査を通過し最終審査へと進んだ10組がこれまでの活動をプレゼンし、審査委員が審査を行います。誰もが自分らしく生きられる社会、教育、食品ロス、テーマは様々。福井の、日本の未来をもっと明るくしていこう、そんな強い信念が光ります。私たちはスコを未来へつなぎたい、そして地域を元気にしたい、そこで考えたのがスコスコーンです。高校生のみんなも一生懸命プレゼンします。フードドライブを行うと貧困問題の解消、助け合う心が広まり、地域の人との関係も深まっていきます。他のチームの発表はしっかりメモして情報収集、また新しいアイデアが生まれそう。地域に寄り添い希望あふれる活動をしている皆さんには、自治体や企業からさまざまな賞が贈られました。福井 SDGs アワード最優秀賞に輝いたのはミクネス株式会社の皆様です。おめでとうございます。最優秀賞は規格外野菜の定期配送サービスを行っている企業へ。わずか1年で300トンものフードロスを削減した、なんともすごい実績が。もちろん高校生たちの頑張りにもたくさんの賞とエールが贈られました。最後にそんな皆さんの夢教えてください。看護師を目指していて、大野市に何か貢献できるようになればなと思います。将来はグローバルに活躍できる助産師になることです。社会問題について解決を考える学部に進みたいなと思っており、不登校や LGBTQ などの問題にも取り組めていけたらいいなって思いました。頼もしい力を思いっきり発揮できる持続可能な夢ある福井、私たちも一緒に作っていきましょう。地域の皆さんがまたしっかり支えてくれる、はい、もう地域全体になって、でそこで高校生たちが中心になってるっていうのは頼もしい、キラキラした高校生たちでした ね。 そうですね、高校生なんですね。私なんてね、高校生の頃部活と勉強で自分のことばっかりでしたけども、ね、素敵です。今世界のこと考えてる、はい、ね、やっぱり小さい頃からやっぱり SDGs の教育を受けてるっていうところなんでしょうけどね、はい。さてスタジオには大野高校 JRC 結衣の皆さんが地域の人と開発したスコスコーンが届いています、はい、ね、これですスコスコーンです。名前もまたインパクトありますね、はい、一度聞いたら忘れませんね。いただいてよろしいでしょうか、はい、気になるのが味ですね、はい、スコスコーン、スコスコーンね、はい、こうレーズンのような役割、おでスコ自体がやっぱり甘く仕上げてあるので甘みも感じられて、へー、ちょっとスコのシャキシャキ感もありますよ。いいですね、うんうんうん、スコの酸味がちょっとレーズンのような役割で効いているんですかね。甘みと酸味と、うん、これ子供さんのおやつにもとってもおすすめだと思いますね。ということはスコスコン、スコブル、うん、いやでしょう人気出そうですよ。スコブル美味しいの、うんうん、
なるほど。このスコスコーンですわね、ですわ、はい、スコスコーンは開発するまでに何度も失敗したそうで、ね、改良に改良を重ねてようやく完成したそうなんです。ちょっと壺にはまりましたよね。いや壺にはまるよこれ、スコスコーンは美味しい、はい、スコ自体やっぱりね、これからどんどんね、ちょっと県外の皆さんにももっともっと PR していきたいなと思いますね。そうですね、これ高校生とそして大野高校出身の OB の皆さんと協力で作ったということで、うん、本当に町ぐるみで完成した、はい、新たな大野の名物となるといいですね。以上、開校ニジパレスクールお届けしました。